スポーツアトミチック天国エキペディアをやらせていただこうと思います。さあ非常に、記者の前に、木が立ちはだかり、見づらい状態になっておりますけど、こちら、エキペディア初ですよ。 JR 東海の、駅に来ましたね、三島駅です。静岡県の三島市一番町です。もうアシスタント AI さんはおそらく大好きな地名ですね。もう一番とか大好きですからね、もう一番の三島っつったらここだみたいな。三の島なのに一の番ということですよね、まあ意味不明です。はい、こちらは、JR 東海南口の駅舎になっておりまして、ずっと向こうに、まあ、ビルが見えてますけど、まあ、あっち側に、新幹線のホームがあるぞということで、新幹線のね、ガード下といいますか線路下の、お寿司屋さんで、ランチなど食べたわけですが、のぞみが通過するたびにですね、ごう音を聞きながら、まあ、地魚の寿司をいただくという、変わった落ち着かないランチを味わいました。そして、はい、ロータリーにですね、こんな風に、水が流れてるわけですよ。こうやってダーッとずーっと、はい、こちらは、三島の、まあ、独特というか名物ですよね、富士山からの雪解け水が、まあ、湧水となって、三島あたりはことごとくいっぱいあるそうでして、風がいきなりすげえのが来たな、いきなりこのバスタクシー、降り場からいきなり湧き水がスタートするという、これはすごい変わってるよね。これベンチがあって特に足湯にもなってないわけですからね、まあ、もちろん足湯は受けないんだけどさ、はい、そしてこの駅舎、さあアシスタントおやさん今日はそばにいるんで、さあ南下っぽい感じがする感じがしませんか。三島大社。おお、さすがですね。ズバリ、この駅舎の屋根の感じは三島大社と、富士山の、まあ、はい、稜線もイメージして考えられているそうですよ。2001年中部の駅100選に選定されております。さあ、今日はですね、御殿場線、に乗って、神津から山の中をぐるぐるっと回って沼津周りでこの三島に来たわけですけども、この三島駅はですね、東海道本線、まあ最初に山周りでできた東海道本線の時にはもちろんなく、後から、熱海と、沼津の間を丹那トンネルで結んだ時に、作られた三島駅ということで、1934年昭和9年の開業ということですね。ちなみに初代の三島駅は、御殿場線下戸刈駅、通ってきましたけれども、ちっちい駅でしたけれども、そこになっているというわけです。さあ、ちなみに新幹線の駅は、これ新幹線開業した時はありませんでした。1969年昭和44年、新幹線の新しい駅第1号なんですね。どういうことかと言いますと、もともとですね、ここは新幹線の車庫、車両基地、まあ、保安施設っていうんですかね、が作られたところで、車庫はいっぱいあるのに列車は止まらなかった。でどういうこっちゃということで、地元の人たちの強い強い要望で、開業から5年経って駅が作られたと。はい、ちなみに1日の平均乗車員数です。1995年、3万701人、2010年29,314人ということで、約1万人以上が減っておりますが、これでもですね、静岡県内では第3位の利用駅と。ほう、静岡駅、浜松駅に次いで、3番目だそうです。さあそんな感じで、今何ですか、これは工事中なんですね。
さっきもうドリルの音みたいのがねすごいのが聞こえて、びっくりしたんですが、これではお土産ショップもなさそうかな、うん、残念だが、ではこんな感じで、熱海の方へ向かうぞー。チャオー。